というわけでえで、ー、始まりました。えー、リバプール対ウエスタハム、遠藤渡る初スターメンということで、楽しんでいきましょう。強行メスセンターバックなんだな。ウエスタハムメンバーいいよね。だって、カップ戦だけどさ、ボーウン、ソレル、サマービル、ソーチクアルバレスっていう。で、センターバックトボーキル、飛びも蹴るも普通にウエスタハム強いよな、メンツ。センターバックで言ったら、ねえ。てか、これ、戦力的に。うん。<laughs> リバプールの完全上って全然言えないな。普通に 結構5分の対戦だね。イングスアンフィールド期間ね。イングスってさ、20代前半からこの顔だったからさ、今3いくつだ ?32。やっと年相応になってきた。でも32だもんな。3十。俺の6個下だからな。あれセンターフォワード誰か取っててあれだ。ピルクルみたいなやつ。ヒュルクルクだ。うん。ジョタがこれ右やってんのか。流れてきたらいいか。普通に、そうだね。ジョタがそぼさいいとこだね。中盤のとこだね。 エンドアンカーしねで。瞬間的に降りてきてっていうで左インサイドハーフがカーティスで左から中入ってきてるなで右インサイドの状態でそこ入れ替わった感じだねだから前線はあれですよね41232はかなり入れ替わりますよね2とトップは両員が固定だとしたら41212みたいに21が動き回る感じだねダーウィンがいなくなったインサイドハーフのところに降りてたもんねでもこれあれだよなエリオットいたら使われてない可能性あるよな 一応ジョタのとこ好かとかすんのがねエリオら遠藤航が普通に「遠藤だけカップ戦も疲れないの?」みたいなね。そうなんかね瞬間瞬間で見たらねあのキエいって右もできんだけどただどっち得意かっていうと左だと思いますよ僕はもう90分のプレー見たら。だら利き足側が得意なウイングって結構珍しいよね。クアドラードとかクアドラードも現代って言ってよわかんないしもう。ああ伊藤純也あいたわ。うん。めっちゃ珍しくない世界で見て伊藤純也っていう。 おエンド良かったね今失わないのが大事だな41号と32号行き来する感じのシステムだね数字で言うとおおエンドセリカった結構難易度高いヘディングのとこセリカってマイボールしたねちゃんとボールサイドも抑えてるし今のところエンドすごい良いいですねもう今日の試合何な,ならエンドだけ見てればいいからなもうな目的としてはなんか逆に約束ごとしっかりあるからブラッドリーの良さってあれだよね他あの悪くなってたらいいんだけど他との差が出にくくなったよね ブラッドリーが自分で頭使ってやってたところ他の人が説明書をもらえたからその分差がなくなってる感じです。エンドいいポイント取ってる。ジョゴメス変なとこ狙ってこの切り替えの瞬間はエンドが輝くとこおお言った瞬間 <laughs> 素晴らしいパスカットだったねそうボールサイドの選手フリにさせないで間合いをさパスカットできる間合いを保つの今すあの100%だったねジョーゴメスのおかげでエンドの良さ出るようになってる遠藤エンド今のとすごいね。 遠藤もマンマーク担当だからな遠藤とジョタのところでこれそうちくを遠藤がみなぎれないからなこれちゃんと外さなかったオフじゃないかなないかなあれその前時点でないのかあそうちく外さなかったけどこのキルマンのところであーそっか手前だからか手前でエドソン・アルバレスのところは奥のやつがラインになってるから エンドの方は仕事できたんだけどなもうジョタが抑えきれなかったんじゃないかな多分結構切る前に落下地点入らせちゃったよね切る間を抑えていなかったオンゴールしたのはしちゃったのはクワンサだけどセットプレーの仕事を完遂できなかったのはジョタだと思うねあとで得点シーンだからもう一回ねハイライト出るからもうちょっとちゃんと見てるあエンドをクリアしたボールが当たってるのかちょっとセットプレーの見方がちょっとシュワボ的すぎたな マンマークの担当者が1個目落下地点入らせてないをちゃんとできてるかっていうので見てたからその後はオン・ザ・ボールのとこで起きちゃうのは不運もあるからなみたいなさあジョタがフリーロールみたいな感じでマークつかれないとこ出てってでめっちゃうまくいったなあとはガークポーのサイドからの質ハーポー1のところキエーザおおうまっジョタっぽキエーザがボレーしたところジョタがね シュート自体はまあ枠にフォワンと行ったかなみたいな感じだったんだけど最後センターバックの背中側から出てきて先に触ったねめちゃくちゃ状態ちょっとすげえいいプレーしたね誰がつくか迷う位置でサイドフローで受けて微妙にオフかうわガクポンとこ微妙にオフかもなこれな左足のファーポアンでのマイナス気味のシュートをバオ VAR あるなんかカップセだけないパターンもあるじゃんあるか 俺、でも普通に今、プレー再開してる空気あるけど、オフじゃなかったっぽくないおいけたねいや、よかったね。ジョタのボール受ける位置がよかったな。あそこサイドまで行くとボランチがね、マンマークの、前から人つ構えに行くっていうあれしてないと、あそこって空きやすいから、誰行くってなっちゃうんだよね。だから結構、ロペ的だと守備ふわふわしてるから、あそこ行く瞬間あるだろう。エンドのとこからクロス入れねえかな。 中央すぎるだと思うかもしれないけどあそこから全然いいクロスって入るんだよね v r ないんだ助かったね v r なくてこのあ v r ないからあれっていうのもあるからオフサイドって本来ね前残りで得点して強さ目をなくすためだからなああそうだね確かに2部とかそのそういうのつけれないスタジアムあるもんな遠藤店舗ポいい確かにあれだったね遠藤がやらかしてやな <laughs> やらかしてるって言った、ね ゴール前で早くき出ししたたいっって気持ちちの方が先行しちゃったな遠藤長いボール回収してちょっとバックパス強めになったから危なかったけどねでもやっぱロングボール回収率高いねエンド遠、ね、藤落下地点読むのうまいっすね後付けが難しい能力あ素晴らしいエンド、ダーウィンジョタいや苦手な選手ほんと苦手だよねプロのサッカーというかほんとプレミアレベルとか見てるとさ落下地点って思うことないじゃんあのミスでだけどやっぱその中でもエンドはうまいよね落下地点見るの。 リバプールの問題で言うとこの赤リバプールだとしてさ、まあ、4以上こういう形になるじゃんこのウィング貼ってエンドをここねこの時にこういう形でウエ,ウエスタも青でプレスかけていくんだけどこのサイドでここをつければさ両サイドバックもクレスウェルとさアクワールだからそこまで体重も強くないし結構チャンスだと。 でウイングも結構前に出てくる守備するからプレスバックもくれるしここにボール当てたいんだけどこのここからこう当てたい時のキエーザーが高い位置に過ぎたり中入るでセンターバックは幅広がったりとかここの立ち位置をペナ幅かもうちょっと内側かとかそこは言われてないから結果ここサイドバック上がるとここつながんないし降りてくる選手いないからでここ上がんないっていう風になるとキエーザー中入ってたらそもそも人いないしで左は 基本、高い位置取るっていうのは、あの、えっ、ー、と、ガクポがやってるから、積み重ねるのが遅いから、5メースにこうボール来ました渡したいのに、積み重がまだこういう風に後ろ向きの体勢作ってるから渡せないんだからここの選手が上下運動して、高さ調節して、これを作れるだけでもっとスムーズなサッカーになるんだよ。で、これをやらせないためにさ、空いてきたらさ、今度ここが空いてくるから、中盤の選手が受けやすくなるんだよね、遠藤とかも含めて。こういうところで。 でこれできるからさあの得点してもそうだけどここにひょこって現れたジョターのところから受けてみたいなジョターこっちから流れてきたけどここでこういうふうにいってさこのえー、っとあのカーティスが受けに行ってこういうのをね宗竹とかが捕まえいくと逆サイドから来たインサイドハーフにちゃんと人をつくっていうこのボールサイドにマんマクつくみたいなウエスタンも徹底しないから結果動き回ったインサイドハーフを誰が捕まえるっていうようになって 守備に切り替わることが多いチームだとこんだけのポジションチェンジって危ないんだけどボール試合できる今日のねボール試合率高いリバプールだとあこの人誰作作っってあってあ起点るリバプール全体の修正点としてはこれだけでいいんだけどいろいろやりたいから結果こうなったり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 とかこっち側はいろいろやって最適化に遠い時間が長くて左は最あのガポを生かせる立ち位置をツミカスが取りきれない時が多くてゴメスのパス回しも遅かったりするっていう。 エンドに関しては間で受けながら、まあ、無難にボールつないで長いボールに対しては対応してっていう、ね、オンゴールつながっちゃった、ね、分かりやすいミスはあるんだけどめっちゃパフォーマンスいいと思いますねただまあああいうの一個で言われたり立場的にもね控えのアンカーだからあれ重くうんなんか反査定されちゃう感じだろうねエンドは失った瞬間のボールサイドの寄せもいいしパスコースの作り方もいいし、まあ、引き続きいいエンドだなって思いますね スロットの考えで言うとね、こっからこう入ってきてさ、ここの選手に捕まっちゃうと、この選手受けれないから、その時はサイドバックこっち行ってねって言うなんだけど、受けれなくても、ここ、センターバックがちゃんとここいれば、この選手が入ってくる、この選手が低い位置取るとか、あとこの選手高い位置こうなってもこっちで受けるとかで、決してね、この選手が無駄じゃないんだよね、引きつける分。こっち側から。こっち行っちゃうとさ、サイドバックは受けれて、ね、ここの、こういう風に、この、サイドハックのプレスの距離は長くなるみたいなんだけど、 こう言って受け入れたけどここから全部同サイドではまっちゃうっていう現象あるからただ相手チームがこういう風にちゃんとボールサイドの人を抑えるっていう守備を、まあ、やらないチームちょっと緩めの守備の相手だったらこの受け方でもいいんだよねそうだ、ね、エンド外す理由を探してる人には格好の材料になるファンタイクとかソドコが見ててああこ,ここ一緒にピッチいたらここ修正させたいなみたいな思いながら見てるだろうねアンロードの関してのスロットコメントが聞くやラストパスのセンス生かすためにも前でプレーさせていうよ言ってて。 トップしたとかねこ、こことここ行き来する形だよね、ここから怖がってって。サイドバックからそれをやらせるのかね、元からそこに置くのかっていうのでね、守備苦手な選手だったら最初、かまーを置きたいけど、ってなあと、ブラッドリーとアーヌード両方使ってで、でマガリスターとアーヌードとそこすらいて、他もインサイドハーフいるしって感じで、ヘルトレーダーでやってた、ね、アーヌードがボールをけるの大事っていうことだね。たかお綺麗な ドバック絞り切れてななかかかっったたしね裏切りもできてなかったからでもジョタ絶好調ですねボール触ってリズム出てるし誰ジョタの捕まえ方をウエスタムが何もしてないからこの、ね、1点目で相手総チェック引っ張ってでここでカーティス失わないのすごいなガクポの立ち位置ちょっと高かったんだけど収められてで中にボール持ってやっぱねどっちもターンオーバーというか控え組とかもう連携があんまりうまくいってないというか活かせる気もないというか。 センターバック出るんだったらサイドバック絞るみたいなねそこが今になって出てないし絞ってないしでジョタからしたらえここずっとフリーになってていいんですかみたいなボールだったね素晴らしいな本当に今日楽な日だなと思ってたなジョタダーインがすごい戦術的な行動を取れるシーンが端々に見えるのがいいですね縦ずれのプレスした後にサイドに追い込んだ後インサイドハウが出てくるんじゃなくて縦ずれした選手がボールサイドにずれるからディフェンスラインの前に一人残れてるというのがリバプールのこの マイプレーはするんだけどリスク管理できてるいい守備だなと思いますねこのツートップというかトップとインサイダーが一緒に出てくるこれがツートップみたいになるじゃんこうこう出てってでこの時に普通なこう出てくるこういう選手に後ろもついてってってなるんだけどこれをちゃんと出てってボールこっち行きましたってなってここに対してはこうずれてくるからここが残れるのよだから相手が飛ばした時にここ結構回収役がいるっていうこれがねこう出てった後のこうってねこれ判断できないんですよねなかなか。 だから結構トップのところにウィングが出てってインサイダーがこのままみたいなとが多いんだよ。いや、カーティス上手いな。奪った後のカーティスが簡単に失わないから、これむずいんだよね。むずいというか当たり前なんだけど、これ、カーティスが上手すぎて当たり前にやってくれることって、普通失っちゃうからな、そこでボール。ほんと、いいボール出ししましたね。うんあ,あ決まりましたね。バカリスタンの入り方が良かったな、1個目の。やっぱリバープールの選手の方がさ、 ウエスタハムよりもゴール前でのタイミング合わせる感覚があるよねさっきまではそれジョタがやってて今はまかりスタートまあサラもそうだけど早く入りすぎが多いんだよなウエスタハムの方があエドソンルバレスイエローカードうわひどいタックルだボールねそのまんま足踏む意味わからんもんな遠藤の縦パスからわあ決まってほしかったね決まらないか遠藤のボールの置きどころと2タッチ目のスムーズさね今最高だったね今のねボールサイドに のフリーの選手捕まえるんだけど相手の体の向き見てあディフェンスライン前に縦パス入れられそうだからそっちほっとこうみたいな判断力あるよなすごい昔遠藤判断力めっちゃある選手ってイメージあったけどやっぱフィジカル的なところをついてきてボールタッチうまくなってるいろいろできるようになってより一層心の余裕が判断力につながってる感じだよあ遠藤ここまでか、ね、ちょっと今日遅めの出勤ですねみたいなロバートさん,さん締め作業だけしに来た先輩感あるな今日店長いないから締めれる人いないからここだけ来たわ 今ね人せがワンテンポ早いのが遠藤だろうな多分元もうちょっと遠藤の差でいうとこれでね遠藤の出番増えるといいなあのオウンゴールカナダのどう評価されるかだないやベンチに入ってほしいな冨安も遠藤もいない週末はつらいよなおおあ学っぽさっきもいいシュート打ってたもんねなんかほんとリスロッ逆六辺みたいなねおおまた決めた 他の日にいっぱい取りたいなっていうもう表情だもんね。今日、今日いっぱい取っちゃってもらう。ガクポもそうだな。ガクポって名前めっちゃいいよね。ガクの後ポ。こんだけうまいけど、外にずっと張っているのがいいなって思うんだよな。中入ってきたくなっちゃうじゃん。ガクポのね、プレー的にも中もできる選手だからな。りオさんだったらルイス・ディアスとガクポどっち使いますか僕と両方使いますね。さっき言った感じ。左にルイス・ディアス、どっちどっちだな。でももうそこ。 あだからルイス・ディアス左置いてガクも真ん中置いてルイス・ディアス入ってきたら貼れって言ってでルイス・ディアスが張ってる時は中であのボール受けまくってゼロトップやってくれっていうねでジョタニはあのー、前空いてたら裏抜けして、あのー、2人が張ってたら今今日みたいなライン間で受けろっていうねそあとはその時のコンディションとかですかねだから基本このレベルの選手全部言うこと聞かせてそれによるハレーションとかもあるじゃんだからあのバルベルデみたいに観察するとも誰がどういうプレーしたいかなみたいな 自分たちの方が戦力さ上回ってたらさ気持ちよくやらせることがデバフかけないことが重要じゃん。例えば僕の場合シュアーボーの場合基本相手に戦力圧倒してるって状況でリーグ戦戦ったことないんでいい選手ですいい選手だけど他のチームにもっと足元すごいとかスピードすごいって選手はいるのは見てるじゃんみんな。ってなるとやっぱりそこで調理法で勝ち方考えなきゃいけなくなるからただ自分たちが全部上回ってるっていう風うになるとうん。 変に焼いたり焼いて叩いて潰してペースト状にしてそれをソースにしてとかいらないじゃんじゃあみんなが気持ちよくなってなおかつ機能するのどれかっていうので言うとルイス・ディアスが「中入れ」って言われたああしてんのか「中入りたがる選手なのか」ってなると左に張って仕掛けれるやつ欲しいなってそうなってうんうん <laughs> もう終わったんだから遊べっていう感じですねいやでもまあ遠藤がすごく良くて良かったですねあとはリーグ戦ベンチ入ってほしいね 俺が俺信じてから俺が信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します、はい <laughs>